サッカーワールドカップアジア2次予選の組み合わせも決まり、試合までもう少しだな。そうね、日本はグループ B で北朝鮮、シリア、ミャンマーとの試合ね。そうだな、今回も無事勝ち抜いて、ワールドカップ出場決めてほしいぜ。応援にも気合が入るわね、試合が待ちきれないわ。サッカーワールドカップといえば、韓国代表のメンバーが発表されたようだぜ。誰が選ばれたのかしら？でも、サッカーの代表ってかっこいいわね。私も一度でいいからサッカーで国の代表になってみたいわ。選ばれるとしたらサッカーボール役だけどな。悲しい現実話を戻して、韓国代表といえばフィジカルが強くて、最近は海外で活躍する実力ある選手も多いわ。日本とは別のグループだけど、勝ち抜いていったら戦う可能性も十分にあるわね。油断できない手強い相手よ。そうだな。韓国代表選手は発表されたんだが、韓国代表の監督であるユルゲン・クリンスマン監督のとある行動に韓国国内から批判を受けているんだぜ。え？そうなの？ああ、さらに北朝鮮でもサッカーに関してとある出来事に非難が殺到しているんだ。韓国といい北朝鮮といい、最近そういう出来事多いわね。今回は韓国と北朝鮮で非難を受けている出来事に関して解説していくぜ。とっても気になるわ、早く教えてちょうだい。よし、じゃあ早速行くぜ。まずは韓国代表の話題からだぜ。冒頭で言った通り、サッカー韓国代表が発表されたんだが、メンバーは見たところ海外組を中心に選ばれた印象を受けるぜ。アジア人初のプレミアリーグ得点王トッテナム所属のミッドフィールダー、ソン・フンミンをはじめ、バイエルン・ミュンヘン所属のディフェンダー、キム・ミンジェやノリッチして所属のフォワード、ファン・ウィジュ、パリ SG 所属のミッドフィールダー、イガン・エンなど実力のある選手ばかりだぜ。アジア勢も欧州など海外で活躍する選手が増えてきて、確実にレベルアップしてるわね。要注意選手ばかりだわ。間違いないな。この韓国代表メンバーの発表について、日本のサッカーファンは、お世辞抜きに、アジアではかなり強力なメンバー、二次予選でもほぼベストで来てますね。数名の選手への依存度は気になりますが、攻撃陣はアジア屈指だと思いますよ。決定力がすごい、ソンやヒチャンがいて、イガンインがチャンスメイクするようなライクラ、日本といえど無失点はきついと思う。殴り合いみたいな展開になってくれれば面白いかな。やはりイガイン入れてきましたね。アジアもイガイン、ソン・フンミン、久保などワールドクラスの選手が目白押しになってきましたね。欧州、南米に全然身を取りしなくなってきた。イガンイン、ソン、ミンジェ、これだけ見たらタレント揃いだな。でも日本も負けてないよ、全然。日本を羨ましがっていたが、攻撃陣はかなりのレベル。32枠のワールドカップのグループステージでさえ、よほど鬼畜なグループに組み込まれない限り草刈り状にはならない。48枠のワールドカップのグループステージなら強豪もさらに散らばるし、さらに草刈り状になる確率は低くなる。二次予選突破は間違いないといった韓国選手のレベルの高さや危険視するコメントが多かったぜ。でも日本選手だって絶対負けてないわよ。強敵韓国相手でもきっと勝ってくれるわ。そうだぜ、韓国との試合楽しみだぜ。頑張れ日本。続いて、韓国代表監督のユルゲン・クリンスマン監督に関する話題だ。先日韓国代表メンバーが発表されたが、今回も発表際の代表監督の会見はなかったんだ。あら、そうなの？代表の発表するときは、代表監督が会見にて発表するイメージがあったわ。会見の代わりに、韓国サッカー協会 KFA が、各メディアやホームページにメンバーを公表しただけで終わったんだ。ユルゲン監督は以前から在宅勤務が多いせいで、韓国内ではたくさんの批判を受けているんだ。監督が引きこもってばっかってこと？監督としてはなんか不安を感じるわね。代表の発表をする前に、ユルゲン監督は、発表した後、負傷者が出ることもあるし、合宿初日までメンバーの話はしない、と話してたそうなんだが、単に自宅で休みたいだけなのでは？適切な理由ではない、と多くの韓国メディアは考えており、批判の報道も多いんだ。確かに自宅にいる理由にはなっていないわね。この様子にサッカーファンからは、メンバー発表の時の会見は結構楽しみにしてるから韓国方もこれは毎回残念だと思う。
契約上問題ないかもしれないけど愛は感じられないところでもありますね。代表選手の発表会見に出れない、出ない時点でもう監督として失格だと思うし、そんな人を雇い続ける協会の責任は重いと思う。試合結果も強化プランもこういうメディア対策も気に入らないのならさっさと解任すればいいんじゃないか。ただ一つ言えるのは、日本代表監督じゃなくてよかった。過去に自分から日本代表監督を売り込んできたことがあったけど、協会が選ばなかったのは何らかの理由があったはず。国民からの信頼なくして成功はありえない。ハリルがクビになったのは代表選手の声と世論に耐えきれなくて協会が決断せざるを得なかったから。仮に選んでいたら日本国内でも韓国同様物議を醸していたに違いないと、やはり批判のコメントが多かったんだ。サッカーだけじゃなくてメディアへの対応とか、サッカー以外のこともきちんと対応しないと応援する国民も不安があるわよね。そうだな。監督を引き受けたからにはファンの期待に応えたり切実な対応もしていくべきだと思うぜ。間違いないわね。さて、韓国の話題は終わり、次は北朝鮮の話題だぜ。北朝鮮は一体何をやらかしたのかしら？単刀直入に言うと、北朝鮮のとあるテレビ局がイングランドプレミアリーグを大量に無断放送をしていたんだ。あれって有料じゃないの？そうだぜ。とある韓国メディアがアメリカのある放送局の報道によって、この実態が明らかになったと報道したんだ。さらに続けて、北朝鮮が直近1年半の間、イングランドプロサッカーのプレミアリーグの試合を約130回にわたって無断放映したことが確認されたと指摘。アメリカのある放送局によると、プレミアリーグ関係者はプレミアリーグと北朝鮮は今季の中継権契約を結んでおらず、現在韓国で中継権を持つ韓国放送局スポーティービーも北朝鮮に対して中継権契約を結んでいないと現状を説明したんだ。これ絶対ダメなやつじゃない？むしろよく130回も放送できたと思うわ。この件について詳しく調査を進めた結果、北朝鮮のとあるテレビ局は2019-2020年、2021-2022シーズンの一部試合を録画放送し、最近では今季の試合も放送していたことが分かったんだ。アメリカのとあるメディアの調査によると、2022年4月から今年10月までの間で北朝鮮がプレミアリーグの試合を放映した回数はなんと129回に達したそうだ。ちなみにプレミアリーグの放映権料は1000万ポンド、約1853億円だそうだ。この事実を知った韓国メディアは、北朝鮮が130回も泥棒放送を行っていると怒りをあらわにしているぜ。そりゃあ怒るわよ。ちなみにこの出来事について日本のサッカーファンは、これは怒っていい、北朝鮮でもプレミア人気はあるんだな、でも泥棒放送は笑う、払いたくないんですね W、 見たいならちゃんと放映権を払えばよいだけ、払えなければ見ることができないように放映する側が遮るための工夫に傾注されてください。いずれにしても北朝鮮がせこいことは明らか。北朝鮮は国家ハッカー集団がバングラデシュから大金を盗んだり、仮想通貨を盗んだり、偽ドルを作ったりと何でもありである。それに比べれば大したものではないと思っているようだ。糾弾するだけではなく、プレミアリーグは損害賠償を請求すべきである、など非難のコメントが多く寄せられてるぜ。まあ当然よね、きちんとお金払って見てる人もいるわけだし、何でもやっていいわけじゃないわよ。本当だぜ。しかも国絡みでこういうことやってるんだから、さらに驚きだぜ。ほんとよね。サッカーの試合を心から楽しみに見ているファンに謝ってほしいわ。これからもアジア諸国の動向に注目して気になったトピックをどんどん紹介していくぜ。というわけで今回の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。次回の動画もお楽しみに。やっぱり日本がナンバーワン。